はいどうもこんにちは、これです。今回は、流刑士、流監視ガチャのね、交換所解説やっていこうと思います。もう今ね、すでに来てると思うんですけどね、交換所こんな感じで、イデアル、ラジョア、ごめんなさい、ラジョアですね。ラジョア、スオー、そしてロシェ、そしてバレリア、そしてレーベン、そしてハイレン。こちらたちですね。7体が交換可能となっております。はい。でも交換素材に関してはね、今見せた感じではあるんだけどね。今回は、これらのキャラでね、交換した方がいいキャラ、そしてね、スルーした方がいいキャラ、もしくは交換の玉にした方がいいキャラ、いろいろありますね。今回はね、交換所解説の方やっていこうと思います。ということでやっていきましょう。はい、ということで、まずは S ランクからやっていこうと思います。まあ、S ランクはね、簡単です。バレリアのみですね。もうこの子はね、なんで S ランクかっていうと、替えが効かないからなんですね。皆さん、じゃあ、質問なんですけど、スキルブースト7個持ちがバレリアになりましたよね。そう、6個だったのが7個になった7個持ちなんだけど、皆さん、6個持ちのキャラって他にいると思いますか？答えは簡単です。いません。5個持ちはいるんですけど、6個持ちってバレリア以外いないんですね、パズドラって。なのに、その唯一6個持ちだったバレリアがスキルブースト7個持ちになったということは、まあね、いろいろとね、考察はできるんですが、まあ、バレリアは間違いなく人権クラスやばいキャラになったということが言えると思います。まあ多分これからスキム6個持ちのキャラは増えるとは思うんですが、それでもね、やっぱ7個持ちはバレリアのみなんでね、今のところ。まあやばいでしょ。第一ね、今の状況だと6個持ちも他にいないんでね、超強いわけですよ。で、なおかつこの子じゃあなんでそんな欲しいかっていうと、今回のランキングダンジョンですね。まあ一応今現状まだわかんないっちゃわかんないですけど、まあここでね、確実に使えると思うんですね。ちょっと今のところね、まああくまでわかんないですけど、どれだっけ？ウィンタースペシャルかな？あ、ありましたね、これ。今回でランダムね。はい。リクートファガンなんですね。つまりファガン、変身に22ターンかなかかるので、サブとしてバレリアがほぼ確定で入ってくると思うんですよね。多分まあ今のランダムでも使えるであろうキャラだし、何より今のランダムで使えなかったとしても、スキム7個持ちは絶対に使い道があるので、間違いなく強いです。そういう点を考えましてね、バレリアもう間違いなく強いキャラです。周回とかしない方のも1体はね、確保しておかないとね、7個持ちはやっぱりやばいんでね、ぜひとも1体を持っておいてほしいキャラになります。ちなみに一応ね、進化前がこのね、スキム7個持ちで強いよって話なんだけどね。まあ、一応進化後はね、こんな感じで、チーム HP 強化めっちゃ持つキャラになるんだけどね。ただま、これはもうほぼ作ることはありません。リーダースキルとかもね、まあ、使うことはないです。もうサブで、とにかくスキム要員として強い。それだけで S ランク、そんなキャラですね。はい、ということで、まず S ランクはバレリアだけでした。次行きましょう。はい、ということで、A プラスランクからですね。2ウェイ6個持ちのね、ロシェがまずは A プラスランクにランクインです。はい。まあね、2ウェイ6個持ちで、なおかつ小学生で1個持っていて、武器で1個もしくは2個つけれるので、合計2ウェイ8個もしくは9個にできるんですね。で、まあその火力は当然パズドラ内最強の火力を持っていて、まあ2ウェイ9個ともなりますとね、火力はとんでもないことになります。まあぜひともね、取っといてほしいキャラですね。まあ、どうでもいい情報なんですが、2way9 個の場合ね、2way1 個で38倍の火力が出ます。だいたい10個無許可2個のラージャンがね、25倍の火力なので、それよりも高い火力が出ているということでね。まあ、やっぱ 2way が9個もあるとなるとね、とんでもないんですよね。そうだからパズドラで火力が一番高いキャラですね。で、まあ、一応なんですけどね、まあ、2way めっちゃ持ってて、スキルも属性吸収無効があってね、結構優秀です。はい、サブとして使える場所はあるんでね。まあ、リーダースキルはそんな使わないんですけどね。まあまあ強いです。まあただね、この子が使うメインとしてはね、ランキングダンジョンとか、あとは攻略とかでね、2way要員として使用できます。まあ例えばファガンのパーティーとかでね、サブで強いですね。そして今回のランキングダンジョン、リーダーファガンですね。まあもしかしたら使えるんじゃないかとかね、思ったりしています。はい、そんな感じのロシですね。まあぜひとも取っといてほしい。で、地味にね、進化後もね、これ50倍か強化めっちゃ持っててね。まあ、最近あんま使わないけど、最近のサブとかでも使えたりはするので、まあ、十分優秀だと思います。まあ、最悪ね、進化後ね、こっちリーダースキルもね、かなり強くてね、半減プラス火力も16倍出るので、まあ、使い道もたまにあるということで、まあ、最悪こっちもできるし、まあ、何よりね、進化前のロシアがこれも替えが効かないね、圧倒的な強キャラなんで、この 2way 要員として交換する価値はありです。はい、ということで、圧倒的なね、2way の火力を持っているロシアはね、普通にランダムとかでも使えますんで、余裕がある方は交換してあげてください。次行きましょう。さあ、続きまして、もう一体の A プラスがレーベンですね。これに関してはね、もう進化後は全く使わないんで、進化後は説明省きます。進化前ですね、こちらが50倍化強化4つ持っていて、スキルブースト4つ持ちということで、スキボンもめっちゃ持っていてね、なおかつ火力も出せるキャラになっています。で、スキルがね、HP1 になる代わりにね、2ターンダメージ吸収、属性吸収を無効化できるので、まあ、自称系パーティーのサブとしては非常に優秀。なおかつ、リーダースキルも一応ね、まあ、三色攻撃する必要があるんだけど、HP4 倍で、火力が 24×24 の576倍の2コンボ加算というね、意外と面白いリーダースキルを持っています。まあ、この子に関してはもう本当にね、自称パーティーのサブとしてかなり優秀です。まあ、自称系リーダーを使わない人からしたら全くいらないと言っても嘘じゃないくらいのキャラなんですが、自称系リーダーを使う人からするとね、本当に優秀なサブになっています。ということで、ぜひともね、確保してもらえればなと思います。一応 A プラスは、ロシェとレーベンの2体ですね。はい。
さあ、続きまして A ランクですね。 A ランクまず1体目はこちら。はい、スオですね。まずスオから見ていきましょう。スオに関してはね、火力、圧倒的火力って感じのサブですね。はい、7コンボ強化4つ持ちでね、もうとにかく火力が高い、とにかく火力用のキャラって感じです。まあスキルもね、6解除プラス3色陣があって1コンボ加算もあるんで、まあまあ優秀ですね。リーダースキルはまあリーダーとしてはそんな使わないですけど、7強4つ持ちは普通に強い。で、進化後に関してはね、無効貫通めっちゃ持ってて、はい、こんな感じで、スキルブース4つに無効貫通3つっていうね、まあまあまあ強くねっていうような感じのね、まあ、今回のスキルブースになったのは普通にでかいよね。何かしらのパーティーで活躍してくれそうな感じではあるキャラだと思います。はい。で、まあ一応スキルもね、進化前進化後変わらずにね、リーダースキルはまたこっち進化後もね、結構強くなるんですけどね。まあもちろんこっちもね、使いません。はい。まあそうですね、ただまあこの2つを比べた時にですね、まあそうですね、僕の感想としては、まず、スオー。ちょ、皆さんに一体見てほしいキャラがいるんですけど、まあ、イベルカーナっていうこの、キャラがいるじゃないですか。まあ、これと比べた時に今の環境、スオを使うメリットってマジで一つもないんですね、本当に。なので、進化前に関してはほぼほぼ使うことはない。タイプぐらいかな、気になる場所としては。イベルカーナとはタイプが違うから、それでワンチャン使えるかもね、ぐらいで。ただ、進化後に関しては、まあ、一応ね、スキブをつむちに無効貫3つ。これは悪くなくて、他のキャラだと買いがね、効かない場所もあるとは思うので、まあ、あくまでね、このね、覚醒が強いからという理由で持っておく価値は全然あるとは思います。はい。ただまあ結構スオーもね、これあくまで使われる場所は限られるので、まあ特にスオーを使う予定がない方はね、もう交換素材にしてもいいと思いますが、まあ一応ね、進化後強いので、まあ今回は、一応 A ランクにしておきます。はい、次見ていきましょう。ということで、もう一体の A ランクがハイレンですね。一応進化前はもう使うことあんまないんで見なくて OK です。こんな感じで進化後なんですけどね、無効貫通4つ持ちに指延長プラス持っていて、バインド耐性2つ持ちという感じになってます。まあ、無効貫通がね、魅力的なキャラではあるかな。まあ一応スキブプラスとか指プラスとかもつけれたりしますが、無効貫通がメインですね。で、まあスキルがね、HP 覚醒無効を全回復して、1ターン受けるダメージを無効化、覚醒無効回復要因として、ミナカパーティーのサブとかで使い道があると。で、まあリーダースキルは使わないんで飛ばしますが、この子ね、まあ悪くないんだけどね、この子、グランソラッサー、ガンコラがこの前復刻あって引けた人に関してはね、この子がもうね、覚醒無効回復してくれるんですよ。なので、裏業の場合、グランソラッサーでいいんですよね。なので、グランソラッサーがいなかったら結構評価高かったんだけど、今別にグランソラッサーがいればそんなに使い道がないので、まあ、だから A ランクって感じかな。ただまあ、無効貫通4つ持ちだしね、覚醒無効全回復に関しては、グランスラッサーが5ターンに対してね、全回復なんで、あくまで使い分けはできるということもありまして、まあ持っておく価値は全然あると思います。ただまあ、やっぱりね、やっぱりなんでかっていうとね、交換するってなるとね、これ、バレリア、ロシェを超えて交換するっていうことになるんですよね。つまり、そこまで交換する価値があるかって考えたときに、あくまで僕の中では A ランクぐらいじゃないかなと思ったんで A ランクにしました。まあね、優秀だとは思うんだけどね、まあそこまでめっちゃ使うわけでもないしね、まあ余裕があったら交換というわけでもなく、もうガチャで引けたら残しておくぐらいでいいと思います。はい、一応これがハイレンですね。次。さあ、続きまして B ランク、交換素材の候補ですね。こんな感じです。はい。まあ、7強3つ持ちのね、イデアルさんなんですがね。まあ、7強3つ持ちというだけでね、無効貫通もないです。特にもうね、この子を使う理由が今の環境においては残っていません。まあ、一応スキルがね、2ターン遅延プラス属性吸収無効増えました。で、なおかつ6色陣があるんですが、じゃあこれをどこで使えばいいんでしょうかって考えた時にね、そう、使い道がないんですよね。使い道がないキャラって本当に使えないんですよね。イデアル自体ね、スキルブーストがもっとあるとかね、もしくはなんか無効貫通もあって火力も出せるとかだったらいいんですけどね。今更この性能は属性吸収無効のためでも使えないということで、まあ、あくまで交換素材候補ですね。まあ、交換素材にしてあげるか、まあ、もしくはね、多色パーティーのサブとして使える未来をね、信じて残しておくかどちらかでいいと思います。はい。多分今の環境、多色が復刻しても、多色の時代がね、帰ってきてもイデアルが使えることないと思います。はい。で、まあ、リーダースキルはね、一応強化されて、軽減に、3秒延長で、3色以上同時攻撃で攻撃力が上昇最大17倍っていうね、リーダースキルになりましたが、それだけです。特にそれ以外はありません。使いません。以上。で、まあ、一応でもね、闇バージョンもあるんですけどね。はい。こっちもまあ、スキルは強化されています。はい。で、まあ、リーダースキルもね、HP1.5 倍3秒延長の20倍まで軽く出るようになりましたが、それだけです。それ以上でもそれ以下でもない。交換素材のためにしてあげてもいいんじゃないかなと思いますが、もしくはね、属性吸収無効としてね、まあ、残しておいてあげてください。次行きましょう。はい、最後に、ラジオはですね、ラジオも B ランクです。まあ、ガネーシャの採掘の周回編成で使えたことがあるキャラなんですが、まあ、スキブをつもしてね、まあ、悪くはないキャラです。まあ、スキルがね、闇と回復の2色陣、最大 HP40% 分の HP を回復、倍の状態、覚醒無効状態を4ターン回復と。まあ、一応、進化後もね、リーダースキル、まあまあ面白い性能ではあるんですが、まあ、
この子に関しては、あのね、正直言って、使い道がないんですね。そう、使い道がないんで、基本的に交換素材にたまにして OK です。ただ一応ね、まあ、スキル4つ持ちで、闇と回復の2色陣ということで、ランキングダンジョンではたまに使えることがあるので、一応 B ランクにしてますが、ほぼほぼもう C ランクですね。そう、たまに使い道があるからね、C にはできないんだけど、まあ、ほぼでももう C ランクに近いようなキャラです。まあ、あくまで交換のたまにしてあげていいと思うんでね、交換のたまにしてあげてください。まあ、ラジャーの評価に関してはもうこれだけですね。次。はい、ということで今回はモンスター交換所の解説でした。まあね、あくまで僕なりの解説なんでね、ここまで聞いてる人いるかわかんないですけどね。交換する際は右側のね、解説書いておくんでね、そっちも読みながら交換してあげてください。まあそんな感じでチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。